はい、というわけでアイクさんが、まあ、やってしまわれましたので、まあ、気にせず行きましょう。もうあれだからね、もう動画的には美味しいのかもしれませんよ、アイクさん。ただこの軍、今回の動画で何が一番の誤算かって言ったら、マジでアイクが戦力じゃないっていうところが一番の打撃なんですよ、今回。間違いなく。それは断言できる。もっと強いんすよ、本当は。困ったもんだね。クラスチェンジ！さあ、まあ、あの兄貴を見てからこっちの兄貴を見ると、なんかより一層その差を実感することになるんだけど、ついに進化を果たした。さあ、何も出そっかな。よりさらなるね、あの、マニ気分を狙っていくのは槍なんですけど、まあ、あまり露骨すぎるのもあれなんでね、ここは、まあ、将来的にも終始エースとして活躍していただくために、斧にしようかなと思っております。強。あ、技持ち、あ、技に上がったか。よしよし。まあ、ここはね、弓か斧だと思うんですよ。ただね、剣持ってる時点で、あ、でも弓でいいかな。いやでも無双してほしいんだよね。無双。そういうキャラが一体欲しいから、斧にします。剣と斧。まあ、いわゆるゴールドナイトになりますかね。帰って帰って。あとはこれで手斧を持てるようになれば、完全にマカロフタイムになる。ヨファに2ダメージを与えるとはやりますね。それは絶対に取り返さなきゃいけない。急ぐぞ。あれは取り返さないといかん。フルガードはマジで大事。あの、ぶっ壊れなんで、本当に。何もかも特攻を無効化するっていうわけわからんぐらい強いアイテムなんで、あれは、いる。マジでいるから。ちょっと邪魔しないでくれます。痛いし、ちょっと邪魔しないでくれます。私の前に立ちふさがるこのね、ちょろ甘な剣士たちは皆殺しにしてやる。これが剣士としての格の違い。思い知れ。聞かん。こら、俺だ。よし、使い切った。手斧っていいかよ、いいかよ、いいですね。いいだけに。はい、どうぞどうぞ、仲良く投げていこうぜ。セネリーよ、ぶっ飛ばして差し上げましょう。さようなら。よしよしよし、もうろくな戦力いないでしょうよ。お前キラーボかよ、怖いな。だからキラーボ食らっても死なないあたりがこのマカロフさんの恐ろしいところだね。ちょっと、じゃあどうする、じゃあどうする。あいつ逃がしちゃダメだよ。まあ、しゃあないか。斧でいく？斧命中不安だよね。うわぁ、ただでさえ低い命中がさらに悲惨なことに。鋼の剣でいいや。削って。オッケー。盗賊を逃がすな。絶対にあの盗賊逃がすな。で、こっちだな。この範囲はどれぐらい？広っ！嘘！速さいくつ？ 17。14。あ、追撃受けないんだったら心配ないね。こいつは倒さないとやばいわ。あ、絶対倒せるわ。OK でーす。さあ、次は下だな。サポートに行くぜ。ステラ行きまーす。突撃。バキューン。レベルアップ。頑張って、マカロフ様に追いつこうぜ。なんか変な方向行ってる。このゲーム、シャイニング棒なかったよね。なかった気がする。あ、ボルトアックスがあるぞ。持つ気満々じゃないですか。これ。掴み取る気か、ボルトアックスを。マジか。ついに出番来ちゃうんすか、あの武器。よし、あぶね、交換、持ち物。これキルロイさんどこにいるんだ。下のサポートか、ティアマトの回復か。何をすべきだ今。ま
回したこの辺りでフラフラしてもらって、どっちにでも行けるようになってもらって、でサダさんここに来て最大の活躍を見せていく。銀の槍いいもんだ。でここで、まあ、一応回復する、回復する人がいない。アイクはこの手槍怖いから、鉄の弓に槍に持ち替えさせて、まあ、終了と。こんにちは。当たらないんだ。 OK、レベルアップ。セネリオさんもクラスチェンジ近いんじゃない ?18。よし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 。どうもマカロフでーす。痛い。しかし、剣でこれだぜ。入っちゃったか?竜の盾。竜の盾よりフルガードでしょ今回は。ジルがもうちょっと、もうここ終わるね。うわーこれはちょっと困るな。しゃあないな、この瞬間もったいないけど倒すしかないか。うん、ここはどうする。ガトちゃんとステラかな。ジル引くか。もう十分だ、ここは。ガドちゃんに任せよう。いや。いけるか。オッケー。ここだね。回復しまーす。で、マーシャ。やるじゃん。ステラとマーシャでいけるんじゃないこれ。もうさっさと全滅させるぞ。ガトリーはあと1回ね続くだけで十分ですから、極力他に経験値を回したいところ。うわっ、おのれー、こしゃくな。ちょっと計算するわ。20 17 37。マーシャの能力値見たいんですけど、マーシャの能力値。こっちからじゃないと見えないんですよ。22だから大丈夫ですね。じゃあここだな。あ、こっちも埋めないとダメなのか。剣も外して待機。オッケーオッケーオッケー。これで何の心配もない。で、ザーさん、急いで、急いで。まあ、急ぐ必要ないけど、急いで。で、どうしよう。マトさん。マトさん、あ、マトさんいいね。削りとしていいね。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。ちょうどいい。ちょ全力で下行くぞ。で、セネリーオさんお願いします。よーし、ありがとう。でこっちかな。許せ、笹の経験値許せ。これ一つだけ気になったんだけど、盗むコマンドって早くないと無理じゃなかったっけ。サザン盗めるのこれ。あ、14か。なんて控えみな。ちょっと待ってよー。なんでリブローが。リブローくれよー。取れるのかな、間に合うもんかねこれ。かなり遠いんだけど。まあ、まあしゃあないわ。そこら辺悔やんでも仕方ないんで。でも倒すのはありえないな、今。今倒すのはありえない。こいつを相手してやるよ、今は。ほら。なんかね、こうやって見ると確かティアマトさんってパラディの中でもね、固有モーションだった気がするんですよ。うん、若干モーションが違うんですよ。他の、パラディに比べて若干斧を振るモーションが早かったりするんですね。まあ、なんでその違いがあるのかは知らないけど。詰まっちゃったね。あれは多分新刊に向かってるのか、絶対に間に合わんぜ。狙う相手を間違えたな。さらばだ。さあ、バッタバッタとなぎ倒されていく。これは他のキャラで取りたいぐらいの絶妙な削り具合だね。じゃあガトちゃんちょっとツンと。よっしゃっす。よし、あとはこれでマスタープルーフで OK じゃない?これは。この章でもマスタープルーフなかったってことは、これ困ったな。
ガトちゃん普通にレベル上げることになりそうか。ガトちゃんちょっとこれいきなり流れこお流れ終わってねこれ。守り持ってるのにな。流れ止まってるね完全に。これやばいっすよ。速さこれちょっと低すぎるな。守りだからもうちょっと補強できると思ってたんだけど、ちょっとこれはまずいね。さすがに引き目に見てもちょっとまずい。ねえジルさん、さあジルもその分ジル頑張ってくれ。ジル頑張ってくれたらなんとかなる。さらばガトリー、これあるぞ。さらばガトリー、こっちの方が能力のバランスいいし移動力あるしね。いやー、あの時あんなに頼りになったらこれが怖いところだね。でも守備があるだけまだ頼れる可能性はあるんで、まだまだ頑張ってもらいましょう。頑張ってコキ使っていきましょう。ここら辺にいる、もうそうか、新刊が毒にいないな。どうするこれ。とりあえずここ塞がなきゃいけないのと、まあ、倒しちまうか。帝王のオッケー。マカロフさんの体力どれぐらい残ってる。マカロフさんの体力は今28。まああんまり無理しない方がいいよね。まあここでいいよ今は。仲間にしなくちゃならんやつがいるけど、それ以前にその周りにいる敵もね、できれば経験値ちゃんと稼いでおきたいところなので、サザさんこっち、セネルイーをこっちで、あとはこの辺りか。回復、まあこんなもんかな。終了。もう増援は来ないし、そもそも動く敵すらいない。であればもうほぼ終わったんじゃないですかね。ナイフがあったらな、投げるんだけどな。でこいつら動かないのがすごく困るな、すごく困るな。しかも L 系か、 L 系は強いな。 L 系は強いからちょっとティアマトさんだろうな。ここは安全策、安全策ティアマト。次のターンマジックシールド持たせて突っ込ませるのが多分一番安全かと思われます。でガトちゃんちょっと置いてかれてる。もうこのターンは特にやることないし、終了。はいどうぞ。敵がちょっと動き止まってるってことは何か思考する何かがあるのか、スイッチか何かあるかもしれないね。気をつけましょう。マジックシールド、マジックシールドかければ他のやつでもいけんじゃねえか。いやでも必殺がな、ちょっと必殺とかを考えると全然余裕ないんだよね。19か。マカロフの兄貴でも魔法はそんなに高くない。やっぱティアマトだね、安全策ティアマト。じゃあウィンド持ちを潰しておけば範囲的にも余裕が出るでしょう。さようなら。おおやる。まあこんだけじゃあ残ってしまったウィンドさんはじゃあ別のキャラで取りますか。ステラさんあたりがいいかな。ステラさん置いてたい。アイクはもう制圧する準備。ガトちゃんも、ね、まあなんか似たような感じで。で、こいつらだな、問題は。攻撃10。舐めてんすか、サダ先輩を。怠慢の時間だぜ。よし。マカロさん、ここはサザを信じて任せてくれ。今からこいつを倒す。必殺攻撃。でもこの今盗める状況じゃないから、何らかの手段でレベル上げないといけないところがあるから、とりあえずキルロイさん連れてきましょう。キルロイさん連れてきて回復してもらわないと盗賊たちにすら勝てなさそう。さあどう動く。回復か。まあこれで一応スイッチ踏んでるはずなんで、多分相手は動く。やるじゃん、このティアマトに5ダメージを与えると。ティアマトさんの守備も頼りなくなってきてんのかな、そういう意味では。よし、オッケー。むしろ、これは嬉しいですね。引きつけて。ごめん。シュールすぎるから、ちょっとごめん。ちょっと待って。そうやるな、こいつ。やってくれるじゃねえか。女神の像じゃなかったら危なかったぜ。うん。これがもしもエナジーの種族だったら悶絶してたわ。
絶対に奪い返す。あ、動かないの、ずるくない？それはちょっと困るから、魔導士一番怖いから潰さないとね。たまにいるんすよこの動かない魔導兵。多分このボスに殴ろうとしたら挟まれるっていう形にしたいんでしょうけどね。あれ非常に迷惑だぞ。いやー忙しいねその瞬間。ずっと今日ずっと杖振ってるよ。まあ、今楽にしてあげるから。さあもうすぐ休憩できますよ新刊さん。その剣士もうほっといていいか。ヤマトさんちょっと帰ってきてください。次は左だね。こっち、そこに仲間になるキャラ一人いるから気をつけてね。低音を外します。これでもう大丈夫でしょ。そろそろアニメーション入れましょうか。サダさんのこの活躍をぜひともカメラに収めなくちゃいけませんね。行くぜ。こんにちは。おら痛い。なんて地味な戦いだ。逆に何が起こってるのか分からんぜ。あ、ミスった。こういうのがあるから嫌なんだよ。こういうのあるから嫌なんで、これ必殺食らってやられちゃいそうなのがサダなんだよな。だから、ちゃんと救出しておきます。なんか嫌な予感するんだもん、すごく。で、引き継ぎ。ちょ、待って。他の範囲見てる？全部見てる、OK。引き継ぎ、下ろす。で、ここ開けて、セネリを入れて、ステーラも入れて、ヨファが大事、一番大事。で、ガトちゃん突っ込む。ガトちゃん突っ込もう。ドドドドドドド。ガトちゃんちょっとしばらくボスと対マンしといてくんない？クラスチェンジもできるし、一石何鳥でしょ。来た。ケマドさんの美しい回避モーションをご覧ください。無駄がないです。最小限の動きで回避する。馬が優秀だね。来た。こいつはただ者じゃない。許してちょうだいね。なるべく手加減するからね。そんなじっくりなぶり殺しにするとかやめてくださいよ。こんにちは。鉄の体験。おお、避けちゃう。ガトちゃんはあれだよな。剣士相手専属の、ね。うわぁ、こういうことする。あ、しばらくじゃあここで頑張っといてもらおうか。アニメーションもういいんじゃないかなっていう地味だし地味だしね。杖がなくなるまでここで延々殴り続けてやるよ。オラオラ剣使え、オラよしよしよし。でこっちに来る可能性があるんだ。まあ倒せる敵をまず倒さないと。ステラさん、あなたの弓は美しい。よし、これセネリオで取れます。連続。これでヨファ君の入るスペースできましたね。離す。子供が戦っちゃりしちゃいけないのよ。おじさん誰？ダラハウはおじさんじゃないのよ。綺麗な庭うろうろしてたら捕まっちゃったのよ。どう見ても不審者なんだけどなこれ。罰としてここで1年間ただ働きなのよ。かわいそう。世知辛い世の中なのね。ところで坊やはどうしてここに来たの？そう、ラグズの鳥さんが捕まってるんだよ。それを助けに来たんだよ。ラグズを奴隷にしてる悪い人だから僕たちがやっつけてやるんだ。奴隷？それはいけないのよ。痛くて辛いことだとアラハウ許さないのよ。僕たちの仲間になる？もちろんなのよ。ダラハウ正義の味方なのよ。ヨハ君勝手に仲間にしちゃダメでしょ。これ、アイ君なんだ、なんだこいつってなる。さあ来ました、ガトちゃんのクラスチェンジ。速さどれぐらい補強されるかどうかだな。速さがこれで3くらい上がってくれたらね、少なくとも2。まだまだギリギリ、これから全部速さ伸びていけば可能性あります。あ、そういえばね、サザ杖盗めました。だから盗賊をある程度育てていれば、あのリブロは取り返せるっていう感じだったんだと思われます。さあ問題はボーナスだ。わー、まあ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 、
速さ以外はいけるよな。あと幸運が低いな、妙に低いな。サンダー持ちに対してはめっぽい弱そうだな。よし、まあこっちはこっちで、もう残りはもうサザ、スーパーサザタイムで、結局ね、もう残念ながらあれです、末ライブリブローは取り返せそうもないので、あいつは倒した方がいいですね。せっかくなんでサザで全部取ることにしますが、キマージさん誰で倒す？誰でもいいよね。もうマカロフさん暇そうだね。倒しといて、ちょうど騎士の守り今空いてますしね。ついでに、よいしょ。でザーサンナイフ、この経験値稼ぎがいつかきっとサザの力になってくれるはず。まあこのターンはやることないですね。あとは気回し倒した後、サザ輸送して下の盗賊たちも相手にして終わりですかね。でもやっぱサザはね、大器晩成あるから、あの成長はいいから気持ちいいですね。それだけなんだけど、必殺出ないぜ。さらば生かす黒い鎧のお方、さよなら。なんとしたことか、これが悪事と知りつつ加担した報いか。そうです、さよなら。おお、いっぱいもらえる、ありがとう。さあマカロフさんどう？止まらねえ止まらねえ、この男止まることを知らねえ。ちなみに、あ、やっぱスレンドスピア減った状態か。まあスレンドスピアもともといらないしね、いいよね。ザーさんがもう少しかかる、その間にヨファを回復させてキルルはこっちで動いておきましょう。というかさ、もうサザで今こだわる必要ない気がするんだけどね。ステラ、あ、でもステラはもともといくらでも成長できるから、やっぱここはサザか。終わった、終わった。まあフルガードも取り返しましたし、まあそういう意味では無事ですね。怖くないぞ、一緒に逃げような。近寄るな、怪我らしい。うん、うん、おとなしくついてこい。そなたは私のものじゃ。渡さんぞ、誰にも渡すものか。死んでもお前の言いなりになるなるものか。開けてドン、チックックぞー。ん？あんたがセリノスの無事だったが、俺たちはあんたを助けに来たんだ。その怪我はあの男にやられたのか。すぐに手当てよ。来るな、私に近寄るな人間め。オリバーどっから逃げたんだ。紳士はどこだ。紳士に直接聞きたいことがある。どこにいるんだ。ほう、庭か。紳士、まあしゃあないしゃあない、こういう性格なんで。全部聞かせろ。無礼は許しませんよ。20年前セリノスで何が起きたのかが知りたい。20年前の出来事。詐欺の民がセリノスの王族が生きていたというのか。まさかそんなことが。あれはとても難しい問題なのじゃ。ことのほか話が進まないご様子だ。まず私の方から世間一般に知られる事実をお話ししたいと思いますが、構いませんか。ナーシェル、何か知ってるなら話してくれ。それを聞いてから真摯に説明してもらおう。それで問題ないな。ベグニオン先代紳士の暗殺事件。お、奴隷解放宣言がなされたちょうど1年後、ミサハ殿は歴代紳士の中で最も国民に崇拝されていた。その紳士が暗殺された。絶望に打ちひしがれる国民たち、ベグニオン中が暗く沈んでいた。一つの噂はセリノスの詐欺どもの仕業だと。その噂は瞬く間にベグニオン王都中に広まったそうだ。
民衆が暴徒と化し、憎き仇の住処であるセリノスの森に赴き火を放った。というかセリノスって武器持てないどころか、その中でも戦えないよね。三日三晩続いたんでしょう。お話にならないと。国民にやったことに責任を負う存在でしょ、現在ですよね。そう、戦う術を持たない、森と調和し女神への祈りを捧げる生活を守り抜いてきた種族。うん、ある程度の知識のあるものならばそれぐらいのことは知っている。少なくともベグニョンに住む者はその事実を知っていたはず。真実なんてどうでもよかったんだよ。怒りと絶望を発散させられればそれでよかった。そうですよね、紳士殿。フェニキスの超翼族だけはベグニオン戦相手にだけ海賊行為を行う。フェニキスの鷹の民は同胞セリノスへの冤罪と虐殺に抗議を続けている。強い憎しみの目で俺を見据えていた。そいつが窓から飛び立つ時に言ったんだ。セリノスの大虐殺を忘れるな。 DL65 事件だね。嘘つけ。内心あれだろう、あれなんだよ。自分は関係ないと思い込みたいだけなんだよ。うん、そうだね。はい、詐欺の民を探し出してほしい。会って言葉を交わしてみたい。どのみちオリバーのやつは捕まえ損ねたな。そっちと合わせて面倒を見ろ。さあ、いよいよ次回前半戦の最終章になります。お楽しみに。ありがとうございました。第17章黎明。うわー、なんだこの強そうな、いかにも英雄っぽい BGM は。でありまして、ただ数公爵の館から脱出を果たされたリシオン様は無事セリノスの森へ逃れられたようです。まだ諦めてなかったんだ。あ、逃げつつとかじゃないんだ。そうなんだ、まだ受賞目当てなのか。ネサラはどうしてこない。どういうことだじいさん。キルバス王は白の王子のご友人なんだろう。複雑な事情が。リシオンの身に何かあったらただではわかんぞ。ん？リシオン様に危害を加えるどころか、まともに触れることすらできないだろうと坊ちゃ王はそう申されておりました。だからこそ今回の取引に応じましたので。取引？ちょっと待てよ、何です？つまりお前たちがカラスの民を、王子をはめたってのか。そういうことか。品物として人間に売り場出したというんだな。同じことだ。同族であるルシオンを取引材料として利用したことに何ら変わりない。ネサラのことだ。ルシオンが自ら逃げ出さなければほとぼりが冷めた頃に助け出すつもりだったんだろう。だがな、友を信じてついていったルシオンの気持ちをあいつは踏みにじったんだ。俺はそれは許せん。ネサラがそこまで腐ってないことはある意味わかってるんだね。いやでも割と腐った行動してるとは思うけど。そういう、なんだろうね、そのラインは信用してるんだね。我が国には我が国なりの事情があるのです。八つ咲きにしてくださって結構ですから、ルシオン様お願いします。お前に頼まれなくてもルシオン俺たちが助け出す。キルバスに帰ってネサラに伝えろ。メニキス王ティバーンが後で必ず挨拶に行くとな。あー、なんか年寄りいじめたみてえで気分悪い。どう動きましょう。おう、この二人は目と耳が非常に良くてね、どんなに遠くからでも見てくれるんですよね。ティバーンさん落ち着いて、落ち着いて、あなたが暴れたらシャレにならない。
ずいぶん早起きだね。おはよう。なんか突然この二人の会話が始まるとは思ってなかったな。今日こそ任務完了といきたいからな。気合を入れてみたってところだ。うん。あ、もう交戦してるんだ。長い一日になりそうだな。これ、本当に長くなります、今回。ティアマト・ダラハウ。あれ？すごいお金もらった。2万5000。マジか。何でもできるぜ。情報、召使い。お前かよー。あ、違う。あ、こんにちは。そうですね。セリヌスの森を熟知しています。なるほど。もともと探してたんだね。森の奥に連れて行かれたことがある。こう、神に仕える者が呼びかければ、詐欺が姿を現すと考えたようです。清らかな乙女を連れて行って試したりもしていました。ほう。盾疲れるなどとなんて罰当たりな。あいつを裏切ってでも森について知ってることを教えてくれようと思ったんだな。何層かに分かれている。三つかもう少し。泥に足を取られ思うように進めません。装備はやりすぎだと思うほどにしておくと間違いない。一度足を踏み入れたらそう簡単には出てこれないから。とにかく大勢。騎馬と魔導士が協力。なるほど。私の両親はセリノスの大虐殺に参加しました。老人となった今でもあの夜のことを思い出しては夜中に泣きながら祈っています。両親の助けになりたくて聖職に就いたというのに雇われた先がタナスコの館で散々だったろうね。ジル、ここにいたのか。なのにどうしてここに残っている。俺たちの仲間になったような素振りで何か企んでいるのか。私は何も知らなかったんだ。デインの片田舎のダルレカ地方で生まれ育ち、軍人の父を見て、いつか私も父が誇れるような立派な軍人になるのだと、疑うこともなく生きてきた。デインの学問上では最初に何を教えられるか知っているか。反獣枠だ、反獣馬的だ、反獣は抹殺すべし。デイン軍は定期的に反獣狩りを行う。ベグニオンからの逃亡者が山や森に、さっき言ってた ラグズ奴隷か。でもそれはデインでは当然のことなんだ。ラグズなんて言葉誰も教えてはくれなかった。反獣があんな者たちだったなんて、誰も。海で鳥の反獣を見たとき私は確信した。何もかも教えられた通りだ。反獣は悪だ。人間を脅かすものだと。だけどあの後船を押し出していた竜たちを見てわからなくなった。胸が苦しくて壊れそうだった。信じてきたものは全て偽りだったのではないか。その不安は広がるばかりで。それで変な理屈をこねて船に居座ってたのか。わかってたのか。みんな自分の誇りを守るためなら敵の施しなど受けないってやつばかりだった。あんたもそうだと思ったからそれを抑えてまで残りたい事情があるんだろうなって。結論は出たのか。あんたはこれからどうしたい。私はここにいたい。過去の自分を守るために反獣の荒探しをするつもりでいた。でも今は違う。いや、ラグズだな。ラグズとはどういう者たちなのか、自分の目に映るものを信じ受け止めたいと思う。感謝する。お前たちに出会えてよかった。すげえな、ジェルは。うん。生まれてからの教育すべてを振り切って自分の目で見たものを信じるなんてなかなか言えることじゃないよ。そしてお前だよ。この温度差、やめえや。ちょっといいか。やけに楽しそうだな。お庭が大好きなの。さあ、まあ、お外走ってきなさい、じゃあ。普通な感じだ。普通とつまらないはとても近い感覚なのよ。団長さんはもっと感動しなきゃ。見慣れたものでもよく見れば小さな発見があるものよ。発見があれば感動があるはずよ。それが人生。ダルハウそう思うのよ。グー。今の俺にそんな余裕はない。本当はすぐにでもデイの奴らを潰しに行きたいぐらいなんだ。花を見てる暇なんかない。そんな風に焦ってる間はデイに勝てるわけないのよね。戦いはまだこれからなのよ。準備の間にそんなんだったら戦う頃にはクタクタよ。待て、ただものじゃねえぜ。支援、誰か増えてる。ガトリー、ガトリー、ガトリー。
ティアマトヨファか、サザ、サザステラ、サザステラ、ステラガトリ。うわぁ、どうすればいいんだ、俺はどうすればいいんだ。サザはトパックだろうな。まあ、ステラと2つぐらいは。いや、でもな、サザってそんなに戦闘に参加するかって言ったらそうではなさそうだからね。わざわざ焦って支援出すことじゃなさそう。トパックダラハ、どういうことだ。経験値の獲得できる？あんまりないね。じゃあちょっと準備してきます。